マーケットアナライズセミナー全国で開催中マーケットアナライズで検索皆様おはようございます、えー、そしてこんにちは、えー、鈴木和幸です、えー、ただいまよりマーケットの動きをご紹介いたしますがあまあ先週から今週にかけてはまさに激動の動きとなりました、えー、10月の第2週が終わっただけなんですが えー、もうどれぐらいの長い月日が経ったか、まあ、今週3連休明けでしたで、えー、先週の末にアメリカの雇用統計が発表されましてこれが失業率が3.7から3.5まで下がったそれから平均時給が5ほぼ5%上昇した、まあ、このあたりが嫌気されて先週末のニューヨーク市場、えー、大きく下落しました。3連休明けで東京市場はいきなり火曜日 日経平均が700円安からスタートするという極めて、えー、まあ不安定な動きとなっていました。先週は10月第一週日経平均4日促進まあこれも。 微妙なところなんですがなぜか、まあ、自立反発と言われていますがこの4日間で大幅に上げた日経平均で1500円ぐらい上げてきたというものがその1週間前の金曜日から、まあ、少しずつ難聴な動きになったというところです。なんといっても今週はもうすでに結果は分かっておりますが、えー、週末に発表されるアメリカの9月分の消費者物価指数 CPI の内容をまあ見極めたいと。 まあ予想しても予想なんかしようがないんですが、まあ、これを見ておきたいというムードが州、まあ、を通じて、えー、マーケットの停留に流れておりまして、まあ、折しもこの世界経済見通しがもう次々と引き下げられるという動きが同時に起こりまして、まあ、アメリカはインフレ、えーまあ、抑制のために金利を引き上げ続ける。 まあそのためにはまあ景気を犠牲にするまあ景気を犠牲にしないと今のインフレは抑えられないまあまあそういう動きがまあ週を追うごとにまあマーケットおよび世界を覆い尽くしているより強く不安定なものにさせているという動きでありますあの今週は IMF のゲオルギエバセムリーズが世界経済見通しは 相当引き下げることになると先週言っていたんですがそれを実際に発表しましてえ世界全体の見通しが大きく引き下げられました。ただ日本は もともと低かったということもありましてあんまり下げられておりませんので相対的に日本の景気見通しは世界の厳しい状況に比べればまだ少し上の方にあるという不思議な状況に陥ってしまいました決算発表が控えておりますアメリカの銀行大手 JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン CEO もこれから6ヶ月ないし9ヶ月の間にアメリカはかなり厳しいリセッションを迎えることになるだろうという。 これまた不穏な予想を打ち出してくるという状況で不安定な動きがちゃんと強まっているという状況です日経平均は再び何兆動きになりましたがしかし週末金曜日に大幅な反発を迎えましたこれが9月のアメリカの CPI 消費者物価指数が8.2%の上昇となりましてもう皆様ご存知のようにこれによって 本来でしたら予想を上回った形になりましたので8.1%の予想に対して8.2%、やっぱりアメリカは簡単にはインフレは収まらないんだなということが分かってそれを受けたアメリカ現地、木曜日のニューヨーク市場はこれでニューヨークダウで500ドル値下がりするという動きがあったんですがそこから急転直下切り返すという動き最終的には木曜日のニューヨークダウが827ドル高となりまして急反発を迎えた。 1>, 1週間前の月曜日の日経平均がそうですね週明け早々に300円安で始まったのに10時30分ぐらいから急に切り替えして終わったより見れば1週間前の月曜日10月3日の日経平均は最初プラス278円で終わるそこから連投で8日続伸までいったという。 この自立反発自立下落のような動きがずっと続いているという状況ですそれを受けて週末金曜日の日経平均は853円高3%を超える上昇となりましたこれによって一気に27,000円の大台を回復する27,000飛び90円で週末の取引を終えるという、まあ、まさにジェットコースターのような動きになっているということです株式 相場株式市場というよりもどちらかというと一方通行的になりやすい債券市場のようですね、まあまあ、金利動向をめぐって、えー、本当に世界が同じ方向を今向いているということですから、まあ、景気が強ければ債券、まあ、でしたら売り。 えー、まあ、金利が上昇まあ、株価も売りということになりますきまあ、景気が悪ければ、えー、アメリカの債券の金利は低下、うん、まあ、株式市場で今でしたら、うん、株価は上昇という動きでまさに一方通行の動きです、えー、まあ、個別の銘柄の動きを見てまいりたいと思いますが、えー、今日は7銘柄ですね まず一つ目は何と言ってもファーストリテイリングです。これが週末に8%も上昇しまして6600円高、このファーストリテイリング一銘柄で日経平均のプラスの寄与度226円という220円以上大きく引き上げるという。 動きになりました、まあ、木曜日に決算発表を行いまして全、えー、8月期2022年8月期が営業利益がプラス19%市場最高利益を更新するという大変立派な内容でしたで今期の見通しがさらに17%増益の3500億円という まあ連続して史上最高利益を更新するんですがその増額幅がやっぱり圧倒的に大きかったという部分が1日で8%もファーストレーテリングの株価を引き上げる動きになりました国内のユニクロはあんまり伸びていませんが海外がすごいですねまあグレーターチャイナと言われていますがえ中国本土それから台湾香港含めたここが急回復しておりますがそれ以上にアメリカそしてえ中国以外のアジア この部分が相当伸びています。もう今やユニクロファーストリテイリングは、まあ、外需企業というふうに言っても良いかもしれませんね。 それから2番目が同じく小売りの ABC マートです、こちらも決算発表がありまして、第2四半期の決算が営業利益で40%増益、199億円で、通期の見通しを増額修正しまして、それまで320億円の営業利益で見ていたものを、ABC マートは345億円まで引き上げました。でこれで25増益 でえーまあ、国内でウォーキングあるいは旅行に出かけようという動きがかなり活発化していますので、まあ、しばらく買っていなかったシューズ、靴を買おうという動きが、まあ、お客さんが来店しているということですねそして、ここからさらにインバウンド消費が加わってくるという。 期待値が高まっています。まあこの10月11日からまあ海外に対しても海外のお客さんに対しても日本はいよいよ門戸を開いた。2年半閉じていた日本の扉が開いたい世界中で大きな話題になっている報道になっているということのようでありますね。ABC マートです。それから3番目も小利銘柄です。まあトレジャーファクトリー銘柄コード3093リユースですね。まあいわゆる中古品ですがこれが 大変よく売れていて3ヶ月前の第一半期の時も大変な好業績で売れていましたインフレで物価が上がっていますのでできるだけ安いものをよくて安いものを買おうというでトレジャーファクトリーのようなこのリユースマーケットがまた改めて見直されているという動きです。決算発表があってて日日日間大きく上上昇昇しししまた木曜曜金と急 えー、第二四半期の営業利益が500%増益ですから前年比6.4倍ですね、えー、経営業利益10億円ちょうどで通期のお業績見通しを従来14億円で見ていたものを19億円に引き上げています。まあそれでもまだ まあ増額余地はありそうだということですね通期で95%増え、まあ、ほぼ2倍ですね、トレジャーファクトリーは自社株買いも発表しました増配も発表しました3点セットと言われるものでこれが大幅高となっております。それからら番目がこちら ソフトバンクグループです。決算発表があったわけではありません。これが、まあ、日経平均に寄与度の非常に大きいのが、一、まあ、にユニクロ、ファーストリテリング、二にこのソフトバンクグループと見られておりますが、そのソフトバンクグループも。この週末、金曜日に三点三パーセントの上昇となりまして、日経平均を四十円近く押し上げるという動きになっています。このなぜソフトバンクグループを今、ここで持ってきたかと言いますと、このナスダックがずっと下がってたんですね。 アメリカのナスダックがこれ6日続落とかもうずっと下がっているにもかかわらず最近のこの12週間のソフトバンクグループはあんまり下がっていない下がっていないどころかじわ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 ,じわ上昇していてそして、週末。 まあ、NASAC がポンと大きく反発して232ポイントのプラス木曜日、ですね CPI を受けてそうしましたらソフトバンクグループはボーンと大きく上がって、まあ、3%以上も株価が上昇した、まあ、投資ファンドとしてのもう、まあ、今や位置づけとしてのソフトバンクグループがあんまり NASAC に左右されない、まあ、組み入れているのはほとんど、まあ、アメリカのテクノロジー企業というふうふに見られておりますが、えー、AI 関連のですねそれなのに、まあ、ここまでしっかりしているといはこれは何かがひょっとしたら変わりつつあるのかなと。 アメリカと日本が切り離されて考えられるようないわゆるデカップリングがここまで進んでいるのかとてもそうとは言い切れないのですがしかし、まあ、今まだ何も結論は出ていません、えー、一体何が起こっているのかというと少し判明しづらいんですがひょっとしたらそんなに NASA の先行きに対してこれ以上厳しいことはないかもしれないということをマーケットは少しずつ織り込み始めているのか。 あるいは、ひょっとしたらソフトバンクグループの中身が私たちの見えないところで少しずつ変化しているのかあるいはもうそれとは全然違うところで動きが出ているのかこのあと、まだあと23週間一月二月ソフトバンクグループの株価はフォローしていきたいものであります。 もう一つ千葉銀行がありましたこれ地銀株内需系の金融株ですが意外としっかりしてますですからマーケットは上に下にかなりシーソーゲームのような動きは続けているんですけどこの千葉銀行に見られるような地銀株それから小型中堅小型の内需系企業というのはそんなにマーケットでは動揺していないなというのが今1つ見られるところですね。ね 一方で、えー、あまり良くなかった方としましては2銘柄なんですが1つ目はファナックです、これね、外需系の企業です設備投資関連銘柄、まあ、中国関連、ロボット関連いろんなことを言われますがこれは週末、日経平均が850円も大きく上昇する過程でファナックは1%にも満たない上昇幅で終わってしまったその前の日までずるずる下がってしまった、まあ、設備投資がすごく良い。 まあ中国もそこそこ共産党大会開かれます、ね、そこそこ良いと見られている割に、まあ、この手の企業が少し厳しい動きです、まあ、外需系企業全般がまあこういう動きなんですがこの辺りは少しシビアな動きが残っていますねそしてもう一つこれが日本電産ですこれは収書三連休暇系に急落しました、まあ、一部報道ではその自若部外をめぐって どこかでインサイダー取引的なことがあったのではないかなんていう憶測記事が週明け月曜日か火曜日から広まりましたがそれは会社側は明確に否定しているんですけどなかなかマーケットは会社側の否定を受けても大きな反発局面には至っていないという木曜日に年初来安値を更新する動きになりました金曜日、さすがに反発しましたが190円高でとどまっておりまして反発量がまだ鈍いというところです。 内需系企業が非常にしっかりした動きの一方で、外需系輸出系企業は、円安にもかかわらず、あんまり強くなかった。という一週間で、ありました。以上、簡単ではありますが、まとめてみました。ありがとうございました。マーケットアナライズセミナー、全国で開催中。マーケットアナライズで検索。